あが泣きたくなってきた。そりゃ。ナイスメッセージ。ああ落ちた。地面取れないや。もうそういうのやめとし、なんで飲んでんの。いや今のひどいや。また落ちた。今のひどいよ。狭いとこでぶん殴り作戦、完全なる頭脳プレイ。なんだこれ、死なんか、これあれじゃん、不動明王殿じゃん、七死と。あれ俺欲しかったの、そういうんじゃなくてあれじゃないの。何の音？え、こいつらは何？消えないの？あ、ダメージ入ってる。これはこれで何、一体ずつ倒せるやつなの。ええー、なんだそりゃ。揉むな。こいつだけ明らかになんか違うな。特にルーンが入るでもなく、何なの？音量？
音量のすごいやつ。あそこまで行けてないんだよな、そういえばよ。やつを倒したことにより。何なんだろうここは。まさかと思うけど、クララのこと言ってんのかな。遠い故郷を探す。あー、やっぱりそうだ。すごい天才じゃね俺。クララのことだったんだ。え？くるっと回る。え？これ。ああ、いなくなったわけじゃないのね。おお、俺今よくわかったな。白デブ戦で、クラゲ使ってなかったらなんかもうクラゲのことは忘れていたかもしれない。原奇跡の刃。何だそれ。魔術と祈祷の消費 FP と最大ヒットポイントが。え？ああ、ひ弱になるけど、FP が、の使用量が低くなるってことか。あ、これつけてた。これな、これ装備すんのに、あ、ダメか。技量は高めなきゃダメか。これでも持てんだ。これで出血。帰るのかこれで。ちょっと一回戻りますか。あ、そういえばやつは移動してる。いない、いないな。俺の予想では、まあ、ここかなって気がするんだけど。ちょっと、あ、ちょっと待ってや。ることやってから。あ、ちょっとトイレ。ふぅ、ずっと我慢してた。I see. ちょっとこれを強化するかどうかはまたあれか。ちょっと使ってみてからですけど。あれ？でもこれ、あれ ?9 まで買えるんじゃなかったっけ、もう。あれどうだったっけ、覚えてねえわ。だから2万円で買えるのってこれじゃなかった ?9。マックス強化以外はやってもいいみたいな。あ、8か。8まで使っていいんだ。博士欄が9までいっていいんだ。位牌をプラス9に強化。いや、もうでも。正直ってとこだよな。こいつらを全部プラス9までやっちゃっていいってことね。意外と前線してたのこいつらか。何にせよ2回呼べたらいいんだけどな。1回じゃな。名前付きとそうじゃないのとでさ、1回ずつ呼べたら、同時には呼べなくていいけどさ、それぐらいはさせてほしかったな。甘い？まああげるか。え、ちょっともう一回。ああ、まあでもちょっと待てよ。これって出血させられたとしても装備チェンジとかしてらんねえしな。まあちょっと一回これで戦ってみるけど、多分
採用だな。よほど、え、これ楽々じゃんみたいなことならない限り。はい。9まで。わあ、これを誰に使うかだね。間違って使うなよ。こん中で明らかにこいつらが一番強いんだよね、きっとな。お前はちょっとダメだろ。ヘビちゃん。ヘビちゃん頑張ってた気がするな。お前らは呼べない。全然ダメだったな、こいつら。クララ話になってなかったよな。あ、分がない。はい。じゃあ今日もちょっとマロタン限界なんで、一回だけもういきなりインプちゃんとかも呼んで、このハンターカッターで、どんなもんか。おお、破壊力がすごいな。危ない危ない。いや、それのため全然は、戦技使ってみたんだけどなんかよく分かんなかった。このデブじゃなくてあっちの方にやりたいんだけど、ちょっともう一回それだけやって終わろう。デブ気持ち悪い。あ、当たってない。出血したけど俺も死んだ。隙でかすぎちゃう。ためがでかすぎだよね。しかもスパーマ状態で、で、立ったまま、なんか、はぁ、あ。ダメ。俺には使いこなせそうもないんや。いや、また別の敵にはいいのかもしんないけど。そうね。いやー、恵みのタリスマンのもうちょっとなんか、素敵バージョンないですかね。これちょっとスタミナだろ。スタミナアップだ、これ。まあ、これも使ってもいいけどね。58個も溜まりましたね。はい。ってことで、ちょっと明日はこのいでたちで、なんとか頑張ってみたいと思います。お疲れ様でした。あ、どうも。6月6日。今日の白デブ討伐、はあ、いやー、しかしこの内刀かっこいいよな。なんでしょうかね、この質実剛健な。素晴らしい。まあちょっとね、時間かかりそうですけども、まあ、いやー、もう今日
今日の白デブみたいなことにしたくないんだけど、でもこれは時間かかるやつだわ多分。走んないでお願いだから。そのモヤモヤがスリップダメージあんのか。いや、いけそりゃ無理だ。冷静に行け。柱壊した。柱ねえよもう。どんどん状況悪くなっていくんだよなこれ。全滅やねえか柱。一本残ってか。まあ全部壊された、全部壊された。なんでだよ。ははは、危ねえ。マジ柱残すこと考えないとな。でもさ、なるべく局地であんまりこのフィールド全体使わないで、なんか右半分か左半分でやろうと思ってんだけど、もう全然無理なんだよねそれ。そんなこと言ってたらもうすぐ死んじゃうんだよこっち。うわーマジか。いやもう無理でしょそりゃ。かきせ、ああ無理や、もう無理や。なんかああもうこれ、なんかないの。これとか使ったことないけど、なんかあるだろう。この辺は雷が切った。あ、これもあるか。いやまあでも別にこれは、ああでもそっか、リーチ的には塗った方が、いやでも塗る時間が、なんかあいつら寒さに弱そうじゃね。眠りってさ、食らったことってあったっけ。こっちで俺が使ったことはないんだよな、眠り。眠りって、音量。いや、基本 FP 使うんだよな。あ、腐敗壺。エオニアの蝶が貴重品だな。まあ、毒カビキノコは、あれかもしれないけど。これで毒らせるってこともできるかな。あ、これは骨から作る系だけど、トリーナの矢。睡眠状態の蓄積96ってすごくないですか。20本しかないけど、こうやって売ってないんだよな多分な。買ってないってことはな。毒
の状態以上大きく蓄積。78。あれ、ちょっと待ってよ、腐れや。50か。あー、眠りの矢って俺作れないんだ今。え、なんかいろいろ見落としてんだよな多分な。いや多分っていうか絶対だわ。眠りのやつ作れないのって何がないんだ俺は。あー、こんま8が抜けてんな、10も抜けてんな、抜け抜けやん。17、18もない。めっちゃ見落としてんだなこれ、ざるすぎる。あー、これ4ないですね。宣教師はなんか7まで揃ってんの。まあこれそれ以降もあるかもしれないけど、1、2、3、1、2、3、4、トリーナの剣とかなかったっけ、なんか。そういえば。ああ、これや。ああ。何が足んない？知力が足んない。知力が5も足らないっすね。睡眠使ったことない理由はあれか。だから、まだ作れないから、だね。